ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ、今回はね、街の方っていつでも行けるんかなってことで、ちょっと行けるんなら、行ってみようと。行けますか？街行きバス乗り場。バスでお出かけする？お、出かけます。出かけれそう。早っ早っ絶対カッペイさん待機しとったやん。どうも。はい、出発。あ、カッペイさんのお話はあるんやね。なあ、ジョーちゃん。おめえもしかして、この間引っ越してきた子だか？そうそうそう。ってことは、街に行くのは初めてだな。そうですね。初めてでーす。へへ、やっぱりな。嬉し恥ずかし街デビューってやつか？おめえ顔にドキドキ胸いっぱいですって書いてあるだよ。お気に入りの一応らで変身して、緊張紛らわしてんだろ。へへ、なんだか甘酸っぱい話だな。田舎暮らしの素朴な女が憧れて不安を胸にまだ見ぬ街へ。おめえは原石だからな。都会で磨かれて、いつか宝石みたいに輝くだよ。よーし、お楽しみの街はもうすぐそこだぞ。辛くなったら、オラが応援してること思い出してけろ。運転手としか書いてないけど、カッペイさん名前はないの？あ、すげえ。かわいい、綺麗。何あの噴水のモニュメントみたいなの。キツネ？なんか超可愛いんやけど。街におる動物たちはランダムなんかな？あ、どうも。行くときは何も言わないのね。どうも。買い物するのにお金足りるかしら？心配だから先に ATM で下ろさなくっちゃっちゃ。ちゃっちゃ。え、なんか、霜焼け超ちっちゃくない？こんなちっちゃい？せっかく街までお出かけしてきたから、村のみんなにお土産買って帰らないとねーだよ。え、こういうさ、え、こういうと、え、なんかこっちの鳥系の方がでかいんですけど、逆じゃない？え、なんか大きさが全然違う。たまーにここで風船配ってるおじさんがいるんだけど、あの風船ってやっぱちびっこ限定なのかな？あたいも欲しいな、っぴ。言ってみなよ。ほら、めっちゃ可愛くない？この噴水。ね、いいね、いいね。いいな、可愛い、欲しい。おめえ、この街の街灯がつく瞬間ってのを見たことあるか？この街が昼の顔から夜の顔へ、あっという間に変身するんだよ。瞬きしてる間に雰囲気が変わって面白いぜ、だぎゃ。あ、てか、鳥系多いね。そういえば、こういう系統の鳥系もおれば、こういう系統の鳥系もって、こういう系統もおるわけやん。動物の大半鳥なんじゃねって気がしてきたわ、なんか。今日お天気も良くてお出かけ日和でよかったわ、カラカラ。お出かけ日和、グレーシーグレイス。グレイスのお店や。なるほどね。あ、これは？ちょ、ものすごく見づらい。そして、変えられないけど、これ師匠じゃない？横のは何かちょっとよくわからんけど。あ、これ ATM ね。なるほど。とりあえず、今街にはこのキャラ、あ！シャンク！よう！くすん磨いていかねえか？500ベルでピカピカにしてやるぜ。マジで磨いて。よし、来た！じゃあ、どんな感じに磨けばいいんだ？色に合わせるか、雰囲気に合わせるか、どっちがいいって決めてくれよ。どういうことでしょう。色に雰囲気で。へえ、任すときな。あらよっと。お店は持ってないのか、シャンク。ここがお店？あ、色が変わった。ほら、できたぜ。ざっとこんなもんよ。じゃ、500ベルもらっておくぜ。ありがとな。靴を磨くふりしてペンキとか塗りたくったやろ。どういう状態？靴磨いたら色変わったんですけど。これは、ヘアサロン、あ、スピーディー！ヘアサロンスピーディーちゃんとあるんや。え、でもってこっちはあれじゃない？あの、ハッキミーじゃない？お邪魔します。うわぁ、ほら。なんか、より一層暗いような気が。ケッハモルタ、ケッハモヌラタ。ようこそ。
双子座に導かれし星の迷い子よ。星座を知っている。あなたを取り巻く運命も、皆を幸せにするおまじないも、このハッキミーがすべて、たったの100ブレで占って死んでましょう。安い占って。では、あなたを取り巻く星たちの様子を見て差し上げましょう。幸せのおまじないとかもあったね、今。ケッハモルタ、ケッハモヌラタ、イナラウシホ。ん？なんつった？バツユマって書いてた。おやおや、星の様子が浮かんできました。ヤギ座のそばを通り抜ける黄金色の彗星の姿です。あれはまさに恩返しの星。受けた恩は決して忘れない。ん？決して忘れない？漢字違くね？義理深さと富の象徴です。輝きの強さは恩を打った数に比例しているそうですが、はてさて。とにかく、あなたを取り巻く星たちから金のオーラを感じます。その影響を受け、あなた自身の金運も高まっているのです。ま、だからといってお金が勝手に降ってはいてはきませんが、自分で降らすことはできるかもしれません。それはあなた次第です。以上でございます。じゃ、100ブルいただいておきますね。あなたにたくさんの幸せが訪れますように。ま、ダメな時はダメですが。ハッキミーめっちゃ喋るやん。なんかすごいしっかり占ってもらった感があるね。さあ、そして隣がスピーディーってことやろ、ここ。あ、動物が変わっている。いらっしゃい。あら、お客さんうちに来るのは初めてよね。なりたいあなたに生まれ変われるスピーディーサロン。ん、違う、ビューティーサロンスピーディーにようこそ。どうも。今日はヘアスタイルを変えますか？それともメイクアップがいいかしら？じゃあヘアスタイル。任せて任せて。お安いご用だわ。ちなみにスタイリング料金は3000ベルになります。ないでーす。そうね、そうよね。あなたそのままでもとっても素敵だもの。もっと素敵に夢中にしたくなったら、またいらしてね。ごめんなさい、田舎から来た貧乏人で。また来てくださいね。ほら、メンバー変わってるよ。あれかな？あ、でも、時間によって変わるんかな？たまーにここで風船配ってるおじさんがいるんだけど。しかし、セリフは一緒。そういうパターンですか？よそ行きを着てきたけど、ちゃんとおしゃれにこなせてるかしら？田舎の村から出てきたんで、浮いてないかちょっと心配ですてちゅ。レイニーかわいい。ATM でお金下ろそうとしたんだけど、貯金が1ベルもなかったよ、かもね。それは把握してなかったの。やっぱり都会はいいわよねってさ。街中に住めたらいいけど、やっぱり田舎の村とじゃ値段が違いすぎるわ。まあ、物価は高いだろうね、確実に。そういえば、時々ここで風船を配ってる奴がいるんだけどよ。芸人に見せかけてこの街のガードマンだってのは、本当の話なのかね。マジで？それ師匠のことかな？全然違う人かな？今日はちょっとふわっと街中を見て回ろうと。ここは？なんか埴輪のマーク。いらっしゃいまひ。オークションハウスへようこそでございまひ。現在、入札の準備中でございまひ。入札の受付は8月31日朝6時からの2日間でございまひ。オークションハウス？何それ？なんかよくわからんけど。お客様、こちらは初めてでございまひね。オークションについてのご説明はいかがでひ？聞きたい。ここは皆さんのアイテムを自由に取引していただけるオークションハウスでございまひ。売りたいアイテムを預けることを出品と言いまして、この部屋に転移されたアイテムが欲しい時は入札するのでございまひ。出品と入札はそれぞれ期間が決まっておりまひので、取引をご希望でしたら、それぞれの期間内にお越しくださいまひ。それぞれの詳しい説明もお聞きになりますか？出品のこと。アイテムを売るために出品したいときは、私にお申し付けくださいまひ。出品するアイテムと最低落札価格を決めていただきまひ。最低落札価格とは、そのアイテムを売ってもいい最低のお値段のことで、例えば500ベルと決めると、そのアイテムは500ベルより安く売られることはないのでございまひ。誰かに落札されましたら、お金を銀行の口座にお振り込みいたしまひ。もし誰からも入札がなかったときは、アイテムをお手紙でお返しいたしまひ。なお、出品は期間内にお一人様1個となっておりまひ。とまあそんなところでございまひが、他にも説明をお聞きになられまひか？いや、いいや。そうでございまひか。なお、お客様のお荷物をお預かりするクロークもございまひ。ご用の際は私にお声をかけてくださいまひ。お一人様1つまで？そんなにいっぱいあるのに。
他の動物たちが出品するってことかな。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしておりまひ。なんかどっかに入って出てくるたんびにメンバー変わるんやね。なるほど。あれ？この通りには食べ物屋さんはないのかな、だのら。ってことはそのうちみぞれちゃんが出てくるのね。この街の楽しみ方は人それぞれだよな。アクセク買い物するのも楽しいが、俺はぼーっとしてるのが好きさ。どんな奴が歩いてるのか見てるだけでも一日過ごせるね。別に暇ってわけじゃねえよ。せっかくだから余裕を持って楽しみたいんだよ、ヤンケ。確かに、この動物たち見よるだけでも飽きなさそう。これ出たり入ったりして。今日って劇場の公演は何かしらだ、コアラ。語尾そのまんま。街でのお買い物にはクレジットカードは欠かせないわよね。現金を持ち歩かずに済むのは助かるわ。私、現金派なんです。にしても動物たちクレジットカード持ってるのがかっこいいな。お、ケントさん、ここにおるんやね。いらっしゃいませ。あ、あれなんや、エイブルシスターズで働きおらんのや。クレジットカードでもお支払いいただけますので、お気軽にお申し付けください。クレジットカード作れるの？マジで？あ、てかなんかめっちゃおしゃれやん、床とか。建物自体もね、あの、飛び森の方よりめっちゃ綺麗じゃない？あのデパートより。それにしてもここの店員の子、似てるわ、どっせ。どういうこと？勝負服はここで買うって決めてるの、どっせ。めっちゃついて回ってくる。やっぱデパートの店員ってそういう感じ。てか何に似とんやろ。エイブルシスターズの二人にってことかな？え、もしかして姉妹ってこと内緒にしとるとかそういうこと？ありがとうございました。まあきっとここに買えるものはないということで。ここは何？ハッピーホームアカデミー？あ、本間さん。これはこれは。ようこそ、ハッピールームアカデミーへ。ハッピールームやって。お客様は、はいはい、アイナ様でございますね。ええ、存じ上げておりますとも。アイナ丸にお家をご購入されたのでしたね。いやいやいや、この度はご入居おめでとうございました。本日は私どもからの手紙を読んでお越しくださったのですか？え、全然読んでないけど、届いてる？何それ。おや、ご存知ありませんか？申し訳ありません。もしかしたら行き違いかもしれませんね。いえいえ、大丈夫ですよ。ちゃんとご説明しますので。すべての人がハッピーな毎日を過ごせるように。素敵なお部屋とは何かを日夜研究している機関。それが私ども、ハッピールームアカデミーなのでございます。そして、会員の皆様に素敵なお部屋作りのためのアドバイスをさせていただいております。今回、アナ様にお手紙を差し上げた理由は、言うまでもございません。あなたもぜひ、私どものアカデミーにご入会ください。何それ、わかんないけど。結構です。いやいや、そんなまさか。あの、入会金や費用は一切かかりませんので。あ、マジで？私どもはただあなたがハッピーになるお手伝いをしたいだけなのです。ね？ご入会いただけますよね。じゃあ入ろっかな。はい。その言葉をお待ちしておりましたよ。では、後の手続きはこちらの方で進めさせていただきますね。今後定期的にあなたのお部屋を審査させていただきまして、その結果とアドバイスをお手紙でお届けします。あ、なるほど。いつものね。あ、お部屋の審査は勝手に行いますので、立ち会いなどはいりません。勝手に入んねよ、人の部屋に。それから通常の審査とは別に、私どもの方で毎月テーマを決めまして、そのテーマに合った素晴らしいお部屋をモデルルームとして展示させていただいております。この奥にありますので、ぜひお部屋作りの励みになさってください。あ、申し遅れましたが、私、このハッピールームアカデミー本部、東大ライフアドバイザー主任、本間と申します。すごい人やったよね、本間さん。それでは、アイナ様。これから私ども一丸となって素敵なお部屋を目指しましょう。こんな偉い人やったのに、なんでタノキチに乗っ取られた？何があったん？これがモデルルーム。なんかいいんだか悪いんだかよくわからんけど、急激な、あ、なるほど。ちゃんと説明が出るんやね。説明というか何の家具かっていうのが出るんやね。なんか飛び盛りでさ、作り込まれた村とか見よったら、あれがいいのか悪いのかがよくわからないけど、私には。感覚が麻痺してきたのかな。
ね。俺は今日噂のオークションの伝説に来たのさ。やっぱ出品する前に周りのレベル調べとかないとまずいだろ。もし行けそうなら、宇宙のガラクタ持ってくるつもりだ、勝手。ガラクタ、オークションに。街でのお買い物には、あ、クレジットカードね。私は現金の方が安心するんよね。まあ、取られる危険性とかはあるんかもやけど。ハッピールームアカデミーのモデルルームってあたい結構参考にしてるよ。あそこで素敵な部屋見てると、インテリアの熱上がっちゃうんだよね。まあ、だからといって、隣のグレースブランドや衝動買いできないけどね、チェキ。あれか、毎月テーマに沿ったどうのこうのってことは、毎月変わりよるってことかな。あのモデルルーム。さっきかっこいい服を見つけたんだ。でも僕が思ったよりザルが一つ多くて買えなかったようです。グレースのお店かな。街は賑やかで楽しくって大好きだけど、ここに住むとなると疲れてしまいそう、キラリ。まあ都会だからね、いろいろありそう。にしてもいろんなこと話せるのはめっちゃいいね。さあそれでは、いらっしゃいませ。ご観覧をご希望ですか？チケットはお一人様800ベルでございます。おー、お金がいるのね、みたい。お客様は公演をご覧になるのは初めてですね。初めての方には特別公演をご案内させていただきます。まもなく開演いたしますので、そのまま中へお進みください。どっちからでも OK？ おー、ちょ、特等席で見てもいいかな、私。よいしょ。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、師匠特別公演、びっくりのネタを開演いたします。一つだけ？特別なの？お、いつもの。師匠や師匠。はい、どうもどうも、師匠でございます。じゃんじゃんじゃーん。はい、そういうことで、今日も頑張っていかないといけないなーと。あのね、僕、リアクション芸とかをやらせてもらってるのね。聞いたことぐらいあるでしょ？ない？あ、そう。じゃあね、今日はね、せっかく来てくれたんですから、今からやるリアクション芸をね、覚えて帰ってちょうだい。あ、やっぱり仕草くれるの？おほん。あ、もうネタ始まってるからね。おほん。あのね、最近はびっくりすることが多いのね。この間も付き人が欲しくて募集したら、若い男の子が来てくれたんだけど、その子がほんとすごくてね、礼儀正しく頭もいいし、笑いのセンスも抜群なの。それで紹介してくれた劇場の支配人に、その子のことを詳しく聞いたら、びっくりするのなんのって。え、すでに新人賞を取ってるって。え、まだこの世界に入って半年。え、もうすでにそんなにファンがいるの。え、だからお前が付き人をしろって？悲しい。びっくりなの、今の。チーンとかじゃなくて、ショボンとか。どうだった？受けるでしょ。本当はね、これね、徹夜明けに聞くと一番面白いんだけどね。まあそんなことより、このネタ君のね、チャットウィンドウにしっかり残ってるから、お友達とのトーク中にリアクションを押してみてよ。そしたらみんな、大爆笑は間違いなし。800ベルで人気者になれるんだから、見に来てよかったでしょ。以上、師匠でした。ちゃんちゃん。本日はご来場ありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。仕草1個につき800ベールかかるってことか。え、で、今のは何？チャットウィンドウに残ってるって言ったよね。チャットウィンドウっていうのは、あれでしょ？なんかこう、メニュー画面のところに、出てきてるさ。全然出てこないんだけど。この、これよね、チャット。ここの、あ、これ？ここでしか使え、この画面を開いてしか使えんのや。なるほどね。じゃ、本当に友達とチャットをしながら仕草を使うっていう感じなんや。何にもない時には使えないのか。さあ、とりあえず街はこういう感じ？なんか怪しげな場所。おや、お客さんは当店の会員さんではありませんね。うちは信用第一でやらせてもらってまして、会員さん以外のご利用はお断りしてるんですわ。
どなたか会員さんからの紹介状があれば、あなたにも入会していただけるんですけどね。え、何怪しい。めっちゃ怖いんだけど、何誰誰かもわからねえ。モデルルームって本当にすごくインテリアの勉強になりますね。なったんかな。みんな結構参考にしとんやね。へえ。まあでも私が作るよりかは、全然、いい部屋なんだろうけど。おめえ、ハッピールームアカデミーのモデルルーム見たことあるか？ありゃ、他の奴の部屋覗いてるみたいで面白いぜ。お、どうした？犯罪の匂いがするぞ。なんだかすごくダメな。ここの靴磨き屋さん、腕がいいって評判なのよね。私もちょっと磨いてもらおうかしら。評判いいのか出来が良かったのかどうかが私にはよくわからないけど。下には何もないんかな。特に何もなさげやね。こっちは？おっと。バス停にぶつかる。こっち、もう何もないね。なるほど。上だけや。さあ、それじゃあ一通り見たということで。あ、なんか綺麗やね。あの時計とかもある。さあ、帰りますか。アイナ村行き、バス乗り場。アイナ村に帰る？帰ります。おお、またしてもすぐ見計らったかのように来た。帰りのバスの中でも話あるんかな、カッペイさんとの。カッペイさんいろんなもの運転できるやん。すげえ。あ、あった。どうも。あれ？ジョーちゃん、確か駅にも乗ってくれたよな。うんうん。で、どうだったべ？憧れの街はよ。おめえの期待通り刺激的な出会いはあったべか？ん？刺激が強すぎて疲れたってか。へへ。よかったな。よーし、ほれ、もうすぐ稲村に到着するだぞ。今日は疲れたべ。帰ったらぐっすり寝て、しっかり休むだよ。ありがとう、カッペイさん。しかし、タクシーとか小さい小舟ならわかるけど、バスでこんなに話しかけてくる運転手とか見たことないんやけど。バイバイ。お疲れ様、カッペイさん。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、でもなんかいろいろと謎もいっぱいあって、その街でたまに風船を配りよるおじさんがおるっていうのも多分今後出てくるんやろうなって思うし、あの街の端っこにあった会員制っていうところもそのうち入れるようになるんやろうなって思うし、紹介状がいるって言ったよね。で、あとは？あとは、グレースとかも多分そのうち出てくるんかな。一応グレースのお店ってなっとるけど、本人おらんかったしね。いつ出てくるんやろ、謎。